引くようだな。ダッサ。よかった。ああ、ワンクールで出ろや伏黒。つうか無線とかブルートゥースイヤホンとか支給されないわけ。俺は嫌だぞ。気が散るし、かかってくるとびっくりする。戦闘中は外しゃいいでしょ。西宮ちゃん、あそぶ。柄悪。可愛くない。こいつら未登録の特級呪霊、しかも人間と組んでるっぽいんだよね。メカ丸、ちょうどよかった。これ東堂先輩と鴨先輩に。お前らなんでいつも俺を通すんだ。めんどくせえからに決まってんじゃん。普通にまだ怖いんだよな。頼りにしてますよ。グーさあ、リムだ。いや、あれ、いい刀持ってんじゃん。立ち取り返して。一対一か。みんなゲームに興味なさすぎじゃない？なんで仲良くできないのかしら。歌姫に似たんでしょ。私はあんただけよ。あんた、マキさんのことどう思う？どう答えても角立ちそう。とても素敵な女性かと。あ、術師としての話よ。あ、そっち？よかった。正直呪術云々はまだよくわかんねえけど、喧嘩は超強い。重心っていうか歩き方でもうやばい。お腹減ったな。確か冷蔵庫に昼に残した枝豆が。へえ。ごめん、もう少し申し訳なさそうにしてくださいよ。これならどう。西宮流カップラーメンシーフードアレンジ。こんなに美味しいならこっちを食べればよかったのに。いや、さすがに深夜のカップラーメンは翌日に響く。うん、うん。刀取られちゃった太陽。メカ丸だ。はい、役立たず三輪です。眠れ。ほらおじいちゃん、散歩の時間ですよ。昼ご飯はさっき食べたでしょ。急ぎましょう。出会い頭にてめえの話ばっかり。金取んぞ。あんたのどこに金取れるだけの聞き手の器量があんのよ。あんたたち、こんな時に喧嘩売ってんじゃねえよ。あ、何あんた酔ってたの？釘崎は俺があの状況で酒を飲みかねないと思ってるの？ショックなんだけど。ピザも食えてるしな。あーお、うん、いや、もっと消化のいいもん持ってきてくれ。はん、負けな。それでこそブラザーの友達だな。どこへ行く、ブラザー。あの時俺は正気じゃなかった。何を言っている。ブラザーは中学の時からあんな感じだ。俺はお前と同じじゃねえ。ええ、おお、野球いたの。どういうことだ。いやな、いや、私は確かに個人戦闘。負けちゃとるね。こんにちは、役立たず三輪です。自分で役立たずとは言いつつも、まあそこまででもないっしょと思っていました。爆睡ちゃんをかましてしまい肩身が狭いです。あと、私の刀折ったの誰ですか？舞のお姉ちゃん。そうか、それは良い理由だ。ストライクバッターアウト。
チェンジ。カモー、運だけ当たんねえぞ。東北のマー君とは私のことよ。東北のマー君はマー君だ。マー君投手だぞ。他か。おっと待て、釘先が切れた。乱闘だ。どう見てもピッチングマシーンだろうが。ほらやってやるよ。お、失礼した。やけクソだな。おー、よし三点。うわ成功。おかか、釘先戻れ。次回お前がピッチング。ナイピー、ナイピー、マキさん、ナイピー、ナイスピッチ、ナイピー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 。トード、お前むちゃくちゃ嫌われてるな。やが、お前はまず五条をどうにかしろ。すげえ釘先。どうせ。何よ、分かってるじゃない。オーラってやつは隠してもにじみ出るもんだからな。卒業ぶりですね、伏黒さん。お、こっち見ろ。何した、お前中学で何した。いや、あいつらに聞いた方が早いな。おい、バカ A、バカ B、こいつに何された。ボッコッと。なんでさっきから片言なんだよ。こっち見ろって。何してんの、お前何してんの。あんたこそ何よ。うん、公務員さんだろ、なんで強気なの。どうも。覚えられてる。この人はこの学校長いんすか。多分。変な噂、黒い噂、悪い大人との付き合い。イエーイ、問題児。あと罰当たりな話とかあれば。どこの部族よ。俺よりバカって意外といるよな。紐どうすんだよ。八十八橋なら俺も行ったことあります。バンジー氏に ちょっと呪霊の呪の字も出ないじゃない。ピコーン、流行ってたのはバンジーっすよね。飛び降りるって行為が鍵なんじゃないっすか。ピコーンって言った、今言った、言った、言った。シャお前らさ、全然肉の味しなくてほぼつなぎとキャベツみたいな餃子どう思う。よく言った伏黒。いい人だったんだけど、いい人だったんだけどね。俺は全員家とやらに売られたらしい。ああムカつくよ。あんたのそのデリカシーのなさが特に。しかもそのムカつく男が全員家の剣を帳消しにして、俺が将来呪術師として働くことを担保に、俺たち二人の高専からの金銭的援助を通してくれた。先生、釘先、伏黒が逆断されてる。フォーメーション、ビー、承知。伏黒ピュー。何よその女。私の瞳に乾杯した夜を忘れたの。俺といる時が一番楽しいんだ。あれは嘘だったの。気安く触らないでもらえるかしら。泥棒猫ちゃんたち、めぐみちゃんはこれから私と一緒にバイオリンのお稽古なのよ。帰るわよ、めぐみちゃん。恥ずかしいんでやめてもらえます。説明。伏黒。お、戻ったか。よかった、無事で。ビビった、死んでるのかと思った。よかった、うん、俺食べようか。残飯じゃねえんだよ。お前の指のキャパははっきり分かってねえんだ。食うな、念を押すが食うなよ。犬並みの理解力だと思われてるな。俺？こいつマジで。あ、これだけだよ。おお、あ、おお、あ、
一個でも落としたら殺すわよ。ごめん、わざとじゃないよ。ええ、わかりました。では。